はい、おめでです。ペナントはオリックスで日本一になるペナントやっていきましょう。今現在4位ですね。これシーズン途中か？約1週間ぶりぐらいかな。どういう状況ですか？うち松井裕樹いるじゃん、ついよ。松井裕樹もいます。留学、太田大志もいます。中地もいます。中地も帰ってきました。そして足立が3割3分3厘打ってます。そう、どういう状況か分かんないけども、とりあえず進めていきましょうか。長谷川が入団、あ、そうだ、トレードでメルセデス出して長谷川取っちゃったんだ。ミスったな、これ。これはちょっと微妙な。どうですか、でもまだ23歳、まだまだ伸びしろがある選手ということを考えれば、長谷川の獲得は悪くない獲得なんじゃないか。じゃあ長谷川くんには2軍で変化球を覚えてもらおうと思ったら、こいつは変化球を覚えないのか。何のために2軍にいるんだ。というわけで、じゃあちょっと時を進めていきましょうか。多分もうそろそろね、ルーキー選手の能力が判明するんで、その辺は見ていきたいね。宮城くんがノリノリと。あ、でも宮城もともと1軍か。ついよ。先発させるか。これスロスター消えてるよな。ちょっと宮城に先発をやってもらおう。スロスターついてるからね、正直中継ぎで育てようかなと思ってます、宮城くんは。あ、能力判明していってるね。ルーキー何が取ったの ?1、2。あ、阪神がうちにトレード申し込んでくれた。関西同士のトレードするか、関西トレード。近本くれ、近本。小深田あげるから。小深田あげるから近本くれ。誰だ、藤田。おー、キャッチャー F か。あ、中地欲しい？あげない。じゃあ、阪神に。藤浪ちょっともらおうか。藤浪慎太郎、藤浪慎太郎ちょっと俺は育成し、成長不振から、成績不振からの調整やけ。何これ、そんなコメントが流れるようになったのか。青柳、モリアとか欲しいな。モリアとかワンチャンくれるんじゃない。モリアとかワンチャンもらえそう。この人若い。モヤとか出すぞ、モヤ。モヤ、シュンタで。モヤとシュンタでモリアくれないから。シュンタ、シュンタでも一応ショート、俺、うちのショートなんだよな、シュンタが。ショートの守備は随一だからな。チーム一。足立並みの守備能力を持ってる男、シュンタ。しかもショートもできるという。シュンタをユーティリティとして、あーよし、あー、シュンタ獲得。シュンタじゃない。モリア獲得はなかなかいいんじゃない？中継ぎの森屋1点台だよ。これでうちの中継ぎ陣も強化されると。あ、抑えが欲しいな。抑えが欲しいですね。どっかになんかいい抑え転がってこないかな。福田、中川、ロドリ、勝俣。ああ、井川を出したいけども出すとこないな。でもうそろそろルーキー能力判明してるかな。ドラフト1、伊賀はなかなか強いね。 DEBBEE 粘り打ち、回復 B もついてるんでフルイニングで出場させることも可能と。そしてドラフト2の内海君、社会人だから、社会人、高卒社会人の21歳、田島だな実質。防御率は 22.5 と。富永ドラフト3位、怪我しにくさびキャッチャーいいか。まあ、キャッチャーは鍛えていきましょう。18歳、高卒。そして、キヨのドラフト4位、146キロ、コントロールはいい。ただちょっと短期が短いのがたまに傷。そしてドラフト5位の宮越、強いねこいつ。大卒か、でも高卒ないか。まあでも悪くはない選手ですね。ちょっとトレード結構決まるね。ちょっと抑え欲しいんだよな。抑え、各球団の抑えちょっと見ていこうぜ。モイネオとかくれねえかな。ワンチャンある。ワンチャンモイネオ、ワンチャン俺モイネオもらえるんじゃないかと。
思ってるんですが、どうですか。抑えできるやつが欲しいんだよな。モイネロは誰出す。そこそこ能力高いけどこいつ使ってないなって選手考えたら大城なんだよな。強いんだけどね、あんまり使ってないと。トレードを取った小深田を出すっていうのもあれだね。だ大城小深田かぶるんだよな、この辺が。義母もいるしね、広沢もいる。広沢トレード出して、広沢と、あと誰だ、そこ。根本、西村。西村、根本23歳。佐野25歳。西浦、根本行こうか。広沢根本で、モイネロ。ちょっと厳しいか。森谷だったらまだ可能性あったよね。本田が乗り物じゃなくなった。モイネロ来い。モイネロ、モイネロ。いやー、モイネロ無理か。なんか抑え選手取りたいよな。抑えがうちいないんだよ。抑えできるいいやついない。別に今チームで抑えやってなくても強。チームで抑えやってなくてもいいから抑えができるやつ。佐々木朗希いるじゃん。163キロ。強。いやー、足速い。そんな強くはないか。R 佐々木。佐々木朗希取ろうぜ。沢村いるんですけど、うちに。吉田亮、本田、赤徳結構あるやついない。超出して佐々木朗希取ろう。これでもトレード成功するんじゃない。佐々木朗希超のがだって能力的に高いでしょ。ただ佐々木朗希の集客力っていうのをロッテとかパープルは考えているのか考えていないのか、それで分かります。能力は絶対超能が高い。オリックス10連勝なんで。お、一気に首位です。やったぜ。なぜか分からんけど一気に10連勝。そして大量に負けております。今現在は1位と 2.5 ゲーム差。そしてトレードは成立するのか。トレード終わったな。これ成立しないな。いやー、トレード成立しなかったな。じゃあシーズン終盤までいきましょう。果たして何位になってるんでしょうか。シーズンは2位で通過することができたんで、クライマックスシリーズ出場することができました。しかもオリックスの本拠地でできるんで、ちょっと行っていきましょう。勝ちましょうか。初戦は山本由伸、向こうは大野がエースなんだ。で、鈴木大地が8番、ロメルが7番、銀次が6番、島内が5番、4番が浅村、3番が茂木、2番に田中、1番辰巳という風なオーダーになっております。そして9番は足立ですね。うちの打線は1番に太田大志、2番に大城、3番に吉田、4番に外国人、5番に中川、6番に誰だ、6番に誰か、7番に勝俣、8番に若月、9番に福田。6番誰。あ、6番ロドリーゲスだ。で、あの外国人は誰なんだろう。うちのバイヤーズだ。4番、96打点いいぞ。山本由伸はここで交代と。ここで投げるのはヒギンス。いや、ここはもう内海に投げてもらおう。よーし、ちゃんと抑えた。そして若月がタイムリー、山本由伸が7回無失点と。若月ホームランか。ホームランも打ってます。山本由伸も9回まで投げるんじゃなくて7回で抑えることによってもう1試合投げてもらう、また後で投げてもらうこともできると。今日はじゃあ山岡君で行くのか、誰で行くのか。山岡で行ってみましょうか。大城がノリノリなんでね、大城は上位打線で使っております。実際だと大城が今3番打ってますね。あの、これは今動画撮ってるのは、2020年7月23日、22日の試合は大城が3番打ってました。あー、楽天。おー、山岡打たれるね。山岡打たれるね。あー、一勝1敗。もぎもぎもぎ A5 の2、3打点打たれます。バイヤーズホームラン打ってるんだけどね、大城もホームラン打ってます。大城やっぱ調子いいね。
これ第3戦、誰がスタ誰が行きますか、田島くん、ここで。これ田島に任せようか、じゃあ。ロメロファーストなんだ。ロメロファーストってあんま上手くないよね。確か外野適正が C でファースト適正が E だった気がする。あのパープロ2020は分かんねえな。あの去年の2019年度版のオリックスにいるロメロはそうでした。多分2020年度版も変わってないもんね、基本的には。だからあんまりファーストは上手くないはずですが、野球は9回2アウトからバッターは吉田正尚。うわ、髪の毛白、え、髪の毛白くなかった今、白髪か、違う、なんで、しかも先発じゃん、ずっと投げてる。うわー、ソンチャーホン抑えなんだ。ブリセッツ、ソンチャーホン。高梨、巨人にトレードされました。あ、K 鈴木いるじゃん。K 鈴木、オリックスにいたんだ。渡辺って誰？増田はソフトバンクじゃなくて、西武増田か。あー、カープ、下鶴。あ、左だったからか、先発が。茂木、浅村、ロメロ。ファースト F か。あ、能力衰えてんだな、多分これ。ああ、太田めっちゃ打ってんね、サモリオムに。規定は言ってるのか分かんないけど。はい、2位オリックス対3位楽天、勝った方がファイナルステージ進出と。2割9分の7に38本110打点。あっ、カッキン、何カッキンって。カッキンって何、全然飛んでないけど、カッキンって何これ。初めて見た。初めて見た、カッキン。全然飛んでないけど。しかも、キバットだから、カッキンって音はするのか。カンって音じゃないのか。金属バットか、もしかしてこいつら使ってんの。ナイバチン。うわー、いいショート。野球は9回ツーアウトから。頼むぞ中川、ランナー1人出てホームランで同点、相手のスタミナはもうない。はい、カッキーン、カッキーン微妙じゃないか。そして負けると、そして敗北と。本拠地で2位で迎えたクライマックスシリーズ、しかも初戦勝っといて2連敗で負けると、なかなか珍しいことが起きましたね。うちのシーズンはこれにて終了。楽天が、お、楽天勝ち上がった。あの勢いのまま3位の楽天勝ち上がりました。日本シリーズはどう？この勢いのまま楽天は、あー、阪神に負けると。阪神強っ。なんで阪神がこんなに優勝しているんだ。まあ、今年は2位でしたが、来年はね、戦力の上積みをして勝ちたいと思いますが、まあ、オリックスの若手も育てたいっていう気持ちもあるし、トレードじゃないわ、新しい選手もドラフトで取りたいっていう気持ちもあります。それじゃあ今年の成績を振り返っていきましょうか。76勝65敗、ソフトバンクに 7.5 ゲーム差つけられてる2位か、去年6位、4位、6位に3年目で一気に2位か。いいね、順調、なかなか順調に来ておりますね。投手成績、あ、本塁打は少ない、打たれてない全然で、打ってる、あ、打撃がいいね、うち。打率、得点、安打、ホームランともにトップと。投球回157イニング、あんまり投げてないんだね。山本157、松井が151、ギリギリ来ていってるか。先発はあまり投げてませんが、中継ぎが頑張ってます。山田は 2.02。近藤も投げてる。宮城も68イニング。あ、宮城なんか先発やったもんね。11登板先発やったんで。山岡、森谷、阪神から移籍してきて 2.43、 いいね、優秀です。取ってよかった。そして抑えなんだよな、問題。39セーブ上げてんだけど 3.47 はちょっとね、抑えやっぱ2点台ぐらいが欲しいよな。だから2点台9歩2点台の抑え、森谷を抑え転向させるか、抑えできるようにするか。こいつ今中継ぎしかできないんでね。で、森谷を抑えにしたら DV する可能性があるんで、ヒギンス。うち吉田正尚が2割9分7に38本110打点で、OPS が993。出率4割2分クリーン高いね。打率2割9分7にの勝利、出率に4割2分7クリーンってめっちゃ良くない？本当にこういうパワープロの飲んでいたフォアボールをちゃんと選んでくれる。ほら、大手でも112もフォアボール選ぶんだよ。やっぱ選球眼強えな。三振も70度少ない。ちゃんとその辺の
調整をうまいことしてていいね。うちだって山本由伸、山本由伸じゃん、吉田正尚以外フォアボール全然選ばねえな。太田も69個しか選ばねえ。でも現実の太田より選んでるんじゃないか。3割6分1厘。あ、ロドリゲスは結構いいね。2割6分クリーンで3割5分。いや、プラス1割ぐらい欲しいんだよね、理想的には。出塁率は個人的に。打率が3割だと4割ぐらいの出塁率を望みたいですね。やっぱ長打打つバッターは結構そういう風にフォアボールも増えてくるんだな。はい、おお、すげえ。吉田、太田、中川と外野はうちが独占です。勝間田がゴールデングラブだ。太田もゴールデングラブだ。新人は宮城、打点を吉田正尚、最高出塁吉田正尚、最多勝吉田、山本由伸、勝率維持山本由伸、最終防御率松井裕樹と。なかなかいい成績残してますね。さすが2位って感じかな。まあ、エース2人が頑張ってくれたみたいな感じか。中川のパワーが上がった。お、コーチ陣も変えようかな。粘り地でも太田が今覚えてるのが、一発削除はもういらないのかなと思う。あ、でもそんなにいいコーチもいないな。逃げ玉、うーん、あ、でも BA いるね、結構。伸びやプランチを削除。牧野で、コーチは徳能がね。粘り打ち、太田今覚えてるけど、まあいっか、丹波さんでいこう。で、スカウトを変えたい。正直あんま変わんないんじゃない、これ BA で。それで4000万変わるんだったら、まあいいや、変えよう、スカウトは。で、外国人は今年は取らないんで、とりあえず1000万と節約しましょうか、外国人スカウトは。で、じゃあ契約更改はカットします。そしたら契約更改終わりました。サプライズで、松井が引退、T 岡田が引退して来年から監督になります。西村監督交代。そして来年は T 岡田監督です。だから T 岡田監督、監督に登録名ってあるのか？監督 T 岡田登録名ってありなのかな？まあ、ドラフトは1人か2人くらいかなと。もうちょっとね、首切ってもよかったんだけど、まあやっぱりあのオリックスの選手を育てたいっていう気持ちがあったんで、あんまり首切れなかった。で、首切れないってことはあんまりドラフトも取れないということなんですよね。だからいいやつを1人か2人ぐらい取ろうかなと思うけど、今年正直そんなにいいよ。球は遅いけど変化球がいい。宇田いいね。宇田取ろうかな。シンキングツーシームだ。出たシンキングツーシーム。新しく追加された変化球。野手でめちゃくちゃ強いのがいてくれたらいいんですが、ああ微妙だな。だって、なんかオリックスさんこういう選手多いからな。足は速い選手が多いんですよ。通りはうまくないんだが、これはもちろんもうここは宇田行くでしょう。136キロですが、宇田は何球団？ああ3球団競合。ヤクルト、巨人、オリックス、その3球団競合。どこに行きたいですか、宇田くん。やっぱり関西の球団に行きたいよな。巨人に行きました、宇田くんは。宇田どこ、結局ヤクルトか。関東に行きたかったのか、あいつは。なんか中継ぎの強いやついたの。シンキングツーシーム投げるやついたの。シンキングツーシームいた。シンキングツーシームの外川、こいつ抑えにしようか。先発が欲しいんだよな。シンキングツーシームの宇田川もいた。宇田川も取れた。宇田川じゃ、外側。ああ、こいつなかなかいいんじゃない？久松。中継ぎで育成で。ああ、でも効率も悪くない、このキャッチャーも。全体的にバランスが取れてる選手っていうのは、いいんでね。1個の能力をガンガン開けまくれば鍛えることができるんで、江上くん取りましょうか。じゃあこの2人で今回のドラフト終わりましょう。まあ、悪くない選択だったな。ただ江上くんをキャッチャーとして育てるのか分かりません。でキャッチャーとして育てないと思います。キャッチャー結構取ってるんでね。それか誰かクビにするか、キャッチャー。
いや、若月じゃない。なんかそんないねえか。そんないなかったわ。江上。ドラフト1から見ようか。外川かな。久し。あ、岩熊と同じ名前。一発持ちか。だがシンキング 2C も投げます。戸川？戸川くん。富山県出身の戸川くん。岡山県出身の江上竜兵。竜兵といえば、ヤクルトの、ドラフト1位の、誰だっけ、あの、高卒のドラフト1位の全然打たなかったやつ。外野手。三振持ちか。ファーストができるのね。帰国選手交渉は誰もいません。そしてポスティング交渉は、源田がメジャー。おー、ショートでメジャー行くんかお前。大丈夫か。和夫でも通用しなかったのショートでは。セカンドして通用したけど、FA 交渉ですね。大瀬良、森、石川、西山、山崎。山崎太ったよな。山崎欲しいな。あー、周平も欲しい。周平。あ、梅ちゃんは、あいつがいるしね、うちには。あー、周平安明あたり欲しいね。抑えはいないんだよな、うち。サードもいない、これぐらい打てる選手はいねえよな。2割8分とかぐらいしかいねえよな。でも野手は育てたいっていうのもあるんだよね、自分で。周平セカンドに回してもいいしね。ショートもできます。あー、二遊間の選手がまた増えるか。あー、それなら安脇か。周平欲しいな。周のが安いしな。どっちも取ろう。周平安脇両取りで。いや、育成したいな。西野、あー、頓宮とかもいるしね。野手はちょっと育成したい気持ちがある。安脇取ろう。じゃああんまり金を払わない。1億8000で来ないんだったらもう諦めるわ。来てくれた、安明。オリックスでいいのか、安明。あんまり目立たないぞ。いや、オリックスを目立つ球団にしてくれ。オリックスを有名球団にしてくれ、安明。あ、FA 保証もあるんだ。小深田とか、松本はダメ。山本ダメ。上島 OK。小深田、山本ダメ。奥平、井山はダメ。超 OK。内海ダメ。荒西 OK。富永はまあ最悪 OK。頓宮ダメ。福田ダメ。西野ダメ。中川ダメ。大城ダメ。安村は最悪 OK。宗はダメ。吉田ダメ。太田、義母。市田、本田、沢田前。小深田は一応ドライ1なんでね、まあ、とりあえずだけど。太田もドライ1。西、あー、榊原とかやだね。榊原もやだ。宮越、吉田、オリジナル選手は最悪取られてもいいかな。やっぱりもともといたオリックスの選手を取られたくない。佐野とかやだね。佐野好きなんだよな、足早いし。そうなるとこの辺は最悪外さないといけないな。吉田は最悪いっか。まあ、富山か。富山か。富山ちょっと残しておきたい。漆原も残しておきたいんだよな。もうこれでいこう。ナムさん。よし、金。あ、河野ドラ1。ドラ1の河野か河野か知らんけど。まさか。FA 人的保障でロッテ。そして、ソフトバンクは育成から上がった、高橋周平を獲得して、育成から上がった尾形くんを出したと。で、梅野がソフトバンクか。ソフトバンク強くね？ずるくね？甲斐いるんじゃないのか、ソフトバンク。ソフトバンク甲斐取って、また取るんか。あ、大きい。6000万高えな。安かったらね、取るんですが、ジョーンズ別にそんないらないんだよな。なんで俺がジョーンズにそんなこだわってるんだ。スンスケ。川端粘り打ちいいね。粘り打ちは必要です。細谷圭。中井が対比だで微持ってるんだよね。いや、33歳だったら微妙だな。得の教えてくれるか微妙な時期ですね。岡田くん。岡田33歳クビなんだ。キャッチャーなのにね。キャッチャー C も持っております。オースティン。
オースティンすごいね。ファーストか、ファースト、あ、ロジャース。誰ロジャースって、ロジャースって阪神にいたよね。杉浦だ。あー竹戸田。あ、ブブーってなんない、ブブーってなんない。これ前の去年のパワフルだったらここブブーってなるよね。ブブーってなんない。じゃあ川端を獲得と。川端西武にいたんだ。しかもヤクルトから西武行ってオリックスにと。パリーグを渡り歩いておりますね。まあ、機材と留学がしたかったんで、あんまり金は使わないようにしてたんで、これで留学多分行けるよな。オーストラリアに、誰を行かせるか。赤徳を持ってるやつ。あ、宮城のスロスタ消す。それもあり。宮城のスロスタを消すのはありじゃない。荒西もこれ多分消したら強くなるけど、もう30なんだよな。マエくん、一打の対左と四球消して、宮城のスロスター、いや宮城中継ぎで育てるかって考えると、特に留学生かしたい、金もちょっとそこまであるわけじゃないんで、ちょっと温存しようか今年は。その分キャンプで金を使いましょう。じゃあ練習指示していきましょうと。練習指示終わりました。キャンプも、いいキャンプを、お、若月がキャッチャーになった。いいキャンプを過ごせたんじゃないですか。そして若月をキャッチャー A にできたんで、若月さん今からやることはとりあえずコーチミート。トングーはちょっととりあえず最低限の守備で、キャッチャーを誰をキャッチャーに育てるか。19歳24歳ってなると、富永くんをキャッチアップ。江上はファースト、補給をいいにしようか。気になったのが投手の、誰だ、4球種に誰かができるってなったんだよね。こいつだ、こいつ4球種にしようぜ。スクリュー4球種ピッチャー作ろうぜ。4球種ピッチャー、他4球種できないから、誰か4球種、2軍のやつはもう4球種にするよ全員。今までやっぱ3球種が限界だったけどね、大体4球種ってあんまりいなかったんだけど、今回4球種のピッチャーを全然作れるっていうか、あんまできる。結局あ、こいつシュート、なんで安脇が2軍なんだ。例えば俺松井一番上げるの忘れてたな。松井、山本、田島、松本、榊原、山岡。お、すごいね、いいドラフト1、いい先発陣になっております。そして中継ぎには安明も入ります。山田、楓、沢田、沢田、山田、森谷、山崎、幸也、宮城、近藤、内海、誰が入る。ショーにちょっと長すぎてもらうか。じゃ打撃は特に誰も取ってないもんね。まあ、胸をちょっと一軍に上げてみようか。まあ、オーダーは変わらずと。こんな感じで今シーズンはね、やっていきましょう。じゃあオープン戦、今2番レフトスパンジェンバーグじゃなかった、川越スパンジェンバーグ、ロジャース、4番キャッチャー森、山川が7番打ってるんだけど、どういうこと。そして DH に駒関、ショートは源田、源田じゃない、ショートは源田がいなくなったんで、あいつになったんだ、長江、所沢遊撃隊復活、また西武のショートが生まれなくなっちゃうか。松井和夫からの中島と完璧にね、世代交代がね、一瞬で進んだんですが、そこから数年間中地がいなくなってからの西武のショートはちょっとだいぶひどいことがありました。長江が守ったり、
そういえばあいつも思ってたよね。今あの外野に転向した金子とかも思ってたし、誰だっけ、水口とかもいなかったっけ。あ、誰だ、あとなんかいろんな選手を守ってたよね。で結局最終的に落ち着いたのがショートルーキーで入った源田と、でその源田が今いなくなったんで次は誰がショートを守るかと思いきや長い、まあ守備だけで言えば長いは悪くはないんだね。あ、ウーネンティンとかもいたね、そういえば。じゃあ終わりましょう今日は。バイバイ、さよなら。